リトルシガーになる前の若葉のパッケージ若葉は日本タバコ産業が販売しているタバコの銘柄の一つである。いわゆる旧産休品と呼ばれる製品の一つ、ソフトパック。黄色地に若草色のストライプや双葉を模した模様のパッケージとなっており、全国販売されている旧産休品タバコの中では唯一のロングサイズである。発売当初はともかく、 1980年代以降は影の薄い銘柄だった。近年のタバコ税増税やそれに伴う値上げに伴い、エコー同様に比較的安価でフィルター付きの透明柄の需要が高まり、自動販売機のみならずコンビニエンスストアやスーパーマーケットでも頻繁に見かけるようになった。平成24年度4月から9月の販売実績では第10位を記録。 旧産休品に設けられている、タバコ税の軽減措置が2016年4月以降、段階的に縮小、廃止されるため、2016年4月1日から290円に値上げされた。2017年4月1日より30円値上げされて、1箱320円となった。2018年4月1日より40円値上げされて、1箱360円となる。 JT 製のフィルター付け紙巻きタバコとしては、ロングピースに次いで、タール量が多い。2019年10月、エコー、ゴールデンバットと共に、紙巻きタバコの銘柄としては廃止された。なお、ブランド自体は9月中旬以降に発売される、リトルシガー、若葉、シガーとして、継続販売される。ありがとうございます。